ドーラビーラ、ドーラビーラ、ドーラビーラは、インド、グジャラート州に所在するインダス文明の大都市遺跡の一つであり、ハラッパーやモヘンジョダロと同様の注目度がある。地元では、コタダチンバプロチャンマナガードーラビラ、コターダティムバプラーシンマハーナガルドーラビーラと呼ばれている。北緯十三度十二分統計七十度十三分のカッチ出現の中にあるカディールカディヤに立地し、 雨季になると南北の川に水が流れ周囲を水に囲まれるようになる。ドーラビーラの居住が始まったのは紀元前2900年頃からで紀元前2100年頃から徐々に衰退に向かっていく。そして短期間の放棄と再居住が行われ最終的に放棄されるのは紀元前1450年頃である。ドーラビーラは1967年に発見された。 インドは大陸で5番目に大きなインダス文明遺跡と目されている。1989年以降、インド考古局の r s ビッシュと r s ビッシュとの指揮によって発掘調査が行われている。発掘調査によって、ドーラ・ビーラの複雑で精緻な都市計画と建造物を日の目にさらすことになった。ドーラ・ビーラは同じく港湾都市であった。 ロータルよりも古かったと考えられ、その居住の範囲は100ヘクタールを超える壮大なものである。ハラッパーやモヘンジョダロに比類した城塞と市街地で構成された構造を持ち、外壁で囲まれた範囲は東西方向770から780メートル、南北620から630メートルに達する。外壁の外側にも街を支える人々の居住地が広がっている。 城西は都市の南西部に位置し、一辺140メートル、高さ15メートル、幅10メートルの壁に囲まれて、そびえ立つような威圧感を示す。東西南北にそれぞれ城門を持ち、西側には外角とも言うべき施設があり、北側には儀礼を行ったと考えられる350メートル、80メートルの広場のような長方形の施設がある。城西の南西宮には、 直径4メートルの巨大な井戸があって、城塞の中央を東西方向に横切る通りの南に面した2カ所の半地下式の木浴場に水路でつながっている。城塞の城壁は内部に向かって傾斜していて、少なくとも北門の近くと東門の近くには雨受けが設けられ、東門近くの雨受けには滑り台のような石板が備えられて、雨水を注水口に流し、 中水溝に集められた水は、城塞の地下にある水路を通って、城塞の西側にある外角の特別な貯水槽に集められる仕組みになっていた。城塞は神聖な空間と考えられていることから、そこに降る雨は特別な意味を持たされていたのかもしれない。また外角には、鉱玉水などをビーズに加工する、官営とも推定される工房が設けられていた。城塞の東門を出ると、 階段が設けられた幅25メートル以上、岩盤までくり抜いて深さ7メートルに達する貯水槽がある。また、上塞の南方向にも幅35メートル以上、横26メートル、深さ7メートルの貯水槽が発見されており、両者は別物なのか繋がるのかは、今後の調査を待ちたい。ドーラビーラの周辺は、降水量が少なく、 ウッに集中的に降る雨水で増水した南北の川を巧みにせき止めて、標高の高い貯水槽から低い貯水槽へ、水が止まるように外壁のすぐ内側、西側、北側、南側に幅数十メートルの貯水槽が設けられていた。ドーラビーラの建造物は、この町の周辺で採掘される石灰岩をモヘンジョダロのレンガと似たような大きさに切り出した。 直方体の石を積み上げて建てられている。石を積み上げている建物の構造やこの地域で採取される石灰岩が水をよく浸透させ土へ染み込ませることから町自体に乾燥と暑さをしのぐ構造を持たせていたのかもしれない。一方で発掘調査を行っているビシュト博士は石灰岩に見られるピンク色の文様から町全体が ピンク色に見えたかもしれないと考えている。ドーラビーラで特筆すべき重要な発見は、城塞の北の城門を下った左脇の部屋の、地中から十文字分と思われる、インダス文字が発見されたことである。文字は、縦30センチメートルを測り、材質は、石灰の一種を用いたと思われ、土の中に置かれただけのようなデリケートな状態で、発見された。そのため、 インド航空局の発掘調査団では、ビニールシートと土をこうに重ねて、文字自体に圧力がかからないように丁寧に埋めて、保存している。この文字の性格については、地面にキーパの痕跡が残っていることから北門に掲げられた看板の文字ではないかと考えられている。つまり、看板本体は落下した後腐ってなくなったが、文字だけは残ったのである。十文字でよく目立つのは、 楕円を六等分したような車輪のような四文字である。インダス文字研究の権威として知られるヘルシンキ大学の博士は、この文字は太陽を意味していて、権力を象徴している可能性が高いとする。この看板に書かれた文字は、王族一家の名称か神聖なる神の名前か、都市自体の名前ではないかと考えられている。異物は、インダス式印症やハラッパー式の土器はもちろん、 動物骨、蘇生の赤色土器やに彩り土器などの在地系の土器が出土する一方、攻玉髄製などのビーズ、金製品や銀製品、テラコッタやメソポタミアとのつながりをうかがわせる土器などを、はじめとする膨大な量の出土を見た。これらの成果から考古学者たちは、ドーラビーラは、グジャラート地方で採取される、良質の攻玉髄を加工、輸出するとともに、 その流通を投与する役割を持ったインダス文明と西アジアにおいて重要な公益センターの一つであると得ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。